あ、こんなこと聞かれたらどうしようって考えてるあの暇ってすげえ無駄だと思うんで。おっと言うね。今日のテーマは声優オーディション今からできる必勝法。イエーイ。ということでね、声優養成所のオーディション、まあ、今ね受けてる方がほとんどだと思うんですけども、ね、多くなってくるのは11月から、まあ、大体 2,3 月まであるのかなという感じなんですけども、うん、そんな時期に今からできる気をつけた方がいいよとか必勝法とかを解説していこうかな、うん、はい、思います。オーディションまでに何かやってたことってあります？オーディションがありますってなった時、うん、一番最初に出すのが書類なのよ。だね、自己紹介文とかいろいろ自己 PR 文とかあるんだけど、見るのは写真写真だね。写真関連で、うん、なんなら多分文読んでないと思う。そう、もう何書いてても、いっぱい受けるから、そう、支離滅裂なこと書いてても大丈夫。そう、それは分かんない。たまたま読まれちゃったらもうこうやってバッてやるかもしれないけど、運が良かったら通ると思う。よほど写真が良かったら。一番は写真。スタジオで撮ってもらったりしてもいいけど、やっぱさ、合う合わないってあるじゃん、スタジオ。なんか撮ってもらったけど、なんか自分で撮った方が写りいいなとかさ、たまにあるじゃん。あるある。私友達に撮ってもらったの。友達に撮ってもらったやつで、事務所のオーディション受かったから、場合によるなって思うけど。確かにそれは場合によるね。自分が一番素敵だなって思う自分の写真を貼っつけておけば大丈夫だと思います。あと体調管理だね。そう、自分はよく寝てください。何質問されるんだろうとか、どんなあの芝居をしていこうとか、どんな課題なんだろうとか、もうめちゃくちゃ思うとは思うんだけど、そんなの気にせず、もう自分はやることをやるしかないんだって思って寝よう。寝てないと、お酒飲んでる時ぐらいに頭回ってないらしいですね。だから本当に睡眠は大事なので、寝てない私が言うのもなんだけど、寝てください。はい質疑応答とかするかもしれないけど、なんか、あ、こんなこと聞かれたらどうしようって考えてるあの暇ってすげえ無駄だと思うんで。おっと言うね。考えてもいいけど、考えた中から何がされるかわかんない。聞かれることってさ、自分の周りのことについてとかさ、自分はどう思いますかみたいなのが聞かれるじゃん。だから思ってることを素直に言うっていうのが一番だと思うので。禁止用語とか言っちゃいけないけど。どんな質問なんだろう。考えちゃうのしょうがないけど、寝れなくなるまで考える必要はないと思います。その人自身を知りたいからオーディションしてるんだから、着飾らず、ありのままの姿を出すのが本当に一番だと思う。そうですよ、取り繕って受かっちゃったら後が辛いと思います。面接官の人でたまに、明らかに態度が悪くなる人とかいるけど、負けないで。あの態度が悪くなる人は多分演出してるんだと思う、その空気を。なんか、あ、やばい、やっちゃったとか思うと、もうそれからもうどん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 崩れるから、あ、この人は演技しているねえって思いながら、ちょっとね、そういうお芝居の仕方ね。演技みたいな感じ。これ言っていいのか怒られそうだけど、そういう、そうそうそう、メンタルを持って。もう負けないで、メンタルで。そう、メンタルを持って挑んだ方がいいと思います。なんか痩せとくとか大事大事、健康的に痩せるとか、ボディラインを整えるために筋トレするとか、この期間はお菓子控えとく、いろんなことがつながっていくので、まあ、できることを少しずつやっていくのがね、いいと思います。必勝ではないけど、オーディションに必勝は存在しない。あとは運と縁とタイミングと努力と、努力と運も実力のうちだよ。あと、オーディションだからといって、もうあの真面目真面目になんないで楽しんで。そうね、そう、楽しんだもん勝ちよ。そう、引きつった笑いでもいい。そう、笑えばいいと思うよ。ということで、某アニメのセリフで終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。資料請求は概要欄からお願いね。そしてグッドボタン。